光熱費が高騰する昨今、家の中で、ね、たくさん節約したいなと思うかもわかりませんが、これ本当に節約したらダメダメっていうのがあるので、ぜひね気をつけてください。こんにちは、矢野圭三です。高温住まいチャンネルへようこそ。ところで今すごい面白いプロジェクトが進んでいてですね、私が火葬、そしてね風水師の人と組んで風水と火葬を両方とも良くする、最高のですね運気の上がるね家っていうのを今計画中なんですよね。これね両方とも本気でやり込むとですね、いい形でマッチングする部分が実はあってですね、私は普段混ぜるな危険って言ってるんですけども、一般の方がやるとねうまくいかないんですけども、専門家同士が組んでやるとですね、その両方がマッチングできるという家がね、これは、広島のですね瀬戸内海に浮かぶ島でですね現在計画中ということで、具体的にねプロジェクトが公開できるようになったらね、またご紹介したいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。それでは今回の内容です。今回ねこれケチると家の運気だだ下がりますよって話をしたいというふうに思います。家の中でねいろいろね節約しなきゃと思ってる人もいると思います。誰もがねここを節約しなきゃ、ここもやらなきゃっていうふうにして思ってるかも分かりませんが、これねただこれを節約してしまうと家の運気自体が本当に下がっちゃういうものがあるんですよね。そこでですね、まあ、今回の動画を見ていただいたら、それをケチると運気だだ下がるものの5選が手に入りますので、最後までご覧ください。そして動画の一番最後にですね、質問に一つお答えするコーナーもありますのでお楽しみに。そしてね各種プレゼント概要欄の上のあたりリンク先ありますので、ぜひねプレゼントゲットしてみてください。よろしくお願いします。それではまずその1からいきましょう。その1はですねこちらです。冷房台なんですけども、どうでしょうか。これねまだまだね残暑が厳しい時にね動画を作って配信しておりますけども、本当にねこういった時期、特にね2023年の6月から、まあ、光熱費が高騰してですね、エアコン我慢しなきゃっていう風な感じでね多くの人が思っていると思います。実際ねそんな中8月にですね高齢者の方がエアコンをつけないまま寝てね、お二人ともね亡くなったっていう話があってですね、本当にねこの光熱費高騰したからエアコン我慢しなきゃっていうのはちょっと一回外してほしいというふうに思うんですよね。これ本当に命の危険のことがあります。特にですね最近家の中の熱中症っていうのがね注目を受けてますけども、実際ですね60歳以上の高齢者の人を中心ですね、家の中で熱中症になる人が非常に増えているということで、まさか家の中でなるなんてと思ってる人もいるかも分かりませんが、これ本当に怖いんですよね。これね熱中症っていうのは、かかった後にですね対処するの大変なんですよ。結構ね体調悪くて動かなくなってどんどん重症化していくということですね。なのでこの、未然に防ぐことがまあ大切だということをねぜひ知っておいてほしいのが一つと、そしてねこっちを見ていただきたいっていうのがあるんですけど、それがねこれなんですよ。1年間に使うエネルギーの、住宅の消費量っていうのがあるんですけども、これね、この水色のところに、あるやつですね、これ実は冷房代って冷房用って書いてるんですけど、たったね 2% しかないんですよ。これね年間使うエネルギーの中のたった 2% が実は冷房用なんですよね。なのでここでね考えてほしいのは、この夏場にエアコンを使うっていうのはですね、健康のための最大の自己投資だと思ってください。なのでねこのエアコン代特に冷房代をねケチるとですね本当に体に悪いので気をつけてみてください。悩ましいかも分かりませんが、ぜひね最大の自己投資だと思ってくださいね。そしてその次その2はですね給湯代なんですよね。というのもさっきの円グラフをね見ていただくと、給湯用が 28% もあるのでですね、まあ、多くの人が、この光熱費高騰時代に、まあ、給湯代もバカにならないからどうやって節約しようかと思っていると思うんですけども、例えばねその中で湯船に浸かるのをシャワーにするだけっていうようなね、考え方をする人もいると思います。そういった中でですねこれ知っておいてほしいのが、例えばね浴槽にお湯を1回貯めるガス代っていうのを調べたんですけども、だいたい都市ガスだとですね、1回貼るのに55円、そしてプロパンですよね LPG の場合だったら150円ということで、まあ、土地ガスのねだいたい3倍ぐらいかかるんですけども、だいたい1回食べるのにこれぐらいの費用なんですよね。でそれに対して、シャワーを5分間、使うという形でいくとですね、都市ガスで、17円、そしてね LPG で、まあ、45円なんですよね。でこれらを見ていただいてですね、例えば、毎日ね1回お湯を張るというふうに、していったとしてもですね、
例えば都市ガスで一人でですねお湯を張るって、まあ一人分で行くとですね30日かけると、まあ1500円か、まあ、2000円ぐらいまでの間、都市ガスの方に、都市ガスの方がそうで、 LPG の場合はですね、まあ、4500円ぐらいかかってくるということになるんですけども、それをですね、まあ、高いか安いかっていう判断をね、ご自身の中で考えていただきたいなと思います。もちろんシャワーの方が全然安いので、その3分の1とかで、ね、それぐらい済むっていうのはあるんですけども、例えばですね、それに対してこの湯船に浸かる効果っていうのを知っておいてほしいんですけども、これね、特に夏に湯船に浸かるといいと言われているのもあるんですが、例えばここに挙げている新陳代謝の向上とか疲労感の解消、リラックス効果、あとはね血流の改善ということで、これねお湯に浸かる、湯船に浸かるっていうのは実はすごくね健康に対してメリットが多いんですよね。なので例えば月にですねプロパンとかでも4500円1人当たり4500円投資できるんであれば、湯船を張るっていうふうにやっていただけたらなと思います。本当にですね、世界的に見ても日本っていうのは稀に見るお風呂天国なんですよね。お風呂を張って入れる国ってなかなかないんですけども、そういった意味でもですね数千円かかりますけども、できるだけ自己投資で湯船に浸かることをお勧めしたいと思います。ここをケチるとですね、せっかくのこのお風呂天国日本の、まあいいところ、メリットが活かせないかなと個人的には思うんですよね。ぜひですね、さっきの金額面から考えてみてください。そして、ね、その次その3はですね、寝具と寝室環境にどこまでね、お金をかけているか、節約しているかって話なんですけども、例えばですね、これ知っておるかどうかあるんですけども、先進国の中でもダントツにですね睡眠時間が短いんですよね。例えばね、もう日本人の場合平均睡眠時間っていうのは7時間切っていたりするんですけども、他の先進国はだいたい平均睡眠時間が8時間ぐらいで、1時間ぐらい短いんですよね。でね、その時にねさらに考えてほしいのが、例えばね短くても、例えばねこう睡眠の質が良ければいいかも分かりませんが、こう日本の場合はですね逆に睡眠時間も短くて睡眠の質も悪いみたいなところがあるんですよね。なのでね、ここで寝具と寝室環境を良くするっていうところに、まあ、お金を投資してほしいということなんですよね。ここをね節約編にするとですね、本当にですね睡眠の質が悪くなって健康状態がだだ下がりしますんでね、気をつけてほしいと思います。例えばね、節約する例でいくと、ソファーで寝るとかです。結構これコーンスマイチャンネルでやるとですね、私ソファーで寝ていますっていう人結構多くてびっくりしたんですけど、ソファーはね寝るためのものじゃないので、基本的にはもちろんね、こう兼ねたようなソファーもありますけど、基本的にはちゃんとしたベッドで寝るようにした方がいいと、布団を敷いて寝た方がいいというふうに思います。あとはね、万年床で寝るっていうのもですね、布団の環境が最悪になってくるのでやめていただきたいし、あとはね最後の朝明るい部屋で寝るっていうのもですね、例えばね東京の夏至の頃っていうのは4時半近くにですね太陽がね上がってくる、そしてね6時ぐらいに起きれるとなると、もう1時間半ぐらい明るい中で寝る、これ本当にですね睡眠不足になったりするんですよね。かつね夏に睡眠不足になりながら、夏暑い、かつこういう流れでいくとですね熱中症になったりするってこともあったりします。なのでね、そういったことから考えてもこれを知っておいてほしいのが、まずはね体に優しい寝具をぜひね、お金をかけるということと、あとね、清潔な寝具を、毎回ねちゃんと洗濯するとかして、布団も引きっぱなしにしないということをやりながら、最後にですね真っ暗にできる部屋にすると、この3つがですねとっても大切で、ここに対してお金をねケチっていたりとか節約すると、体ばかりがね大変になっていくので気をつけてみてください。そしてその次その4です。その4はですね照明台なんですけども、どうでしょう、本当にね光熱費が上がっているので、できるだけ電気を消して省エネを図ろうという形でですね、よくやってるのがお昼休憩の間は、オフィスなんかでも電気消すみたいな感じのことをしていたりすると思うんですけども、これね、気持ちはわかるんですけど、ただねしかし点々点ということで、何かというとですね、実は日中ね外が明るい時間帯にですね部屋の中が暗かったら鬱っぽくなったりやる気が下がったりするんですよね。これ実際ですね、例えば
以前ですね、そういう日中は電気を消してオフィスで仕事をするみたいな環境をねやっているところに行ったんですけど、皆さんなんか結構なんていうかな、ぼーっとしてるような雰囲気でやったり、私もそこに行くとですね急にテンション下がったりとかしたんですけども、やはりですね日中暗い薄暗いところなんかで仕事しようと思っても、なかなか集中力が湧かないっていうこともありますし、これ気をつけておかないと家の中ではですね本当に鬱っぽくなっていく、そしてね鬱っぽくなるっていうのはイコールですね運気はどんどん下がっていく兆候だとも思っておいてほしいんですよ。なのでですねここで意識してほしいのは、最低ですね、部屋の明るさは、500ルックスぐらいを欲しいっていうのがあるんですよね。これぜひ数字覚えておいてほしいんですけども、部屋のね500ルックスっていうのは部屋の中で事務作業ができるぐらいの明るさってやつなんです。これどうやって測ればいいのっていうのがあるんですけど、実はねスマホで、この照度計がねあるんですよね。これ無料でダウンロードできるので、例えば、スマホの中に、アプリの検索のところにですね照度計って打ったらですねフリーの照度計のアプリがあります。それをダウンロードしてですねそこの照度を測っていただくといいというふうに思います。ぜひですねやってみてください。そして最後にその5としてお伝えしたいのが、掃除関係のアイテムなんですけども、というのもですねこの掃除関係でストレスを感じるのがですね家の掃除とか家を片付ける上でね一番大変なんですよね。そこで私のね一番おすすめのものが、コードレスの掃除機なんですよね。というのもですねこの掃除機っていうのは大体ね掃除、かけるの嫌な人っていうのは電源を差し替えるのがすごく面倒じゃないですか。この電源、コンセントでどこからどこまで掃除機かけれるかってやりながら、あとこれぐらいなのにギリギリ届かないみたいになるとストレス溜まりますよね。それに対してですね、そのコードレス掃除機、私個人的におすすめなのはですね、マキタの掃除機がねいいかなと思っております。これ新幹線でもね使われているということで、我が家ではもう10年以上ねマキタの掃除機を使っていますけども、とにかくねマキタの掃除機であれば、スッとかけてですねどこまででもかけていけれるということで、やりやすいんですよね。なのでねコードレスの、掃除機にできれば、投資する、これね、この掃除機をケチっているとなかなか部屋が片付かないということもあります。そしてねあとはね外出が多い人はですね、自動掃除機もね最近たくさんいろいろ出ておりますけども、これもね自己投資になるというふうに思いますので、ご自身でねこのあたり、まあもちろん節約するということでもいいかも分かりませんが、ただですね普段使う掃除機はコードレスのものを1台あるだけで本当にストレスがなくなってですねいいというふうに思いますので、ぜひですねストレスなく掃除機がかけれる環境を手に入れるためにですねぜひそこは節約するんではなくて投資をしてみてください。はい、ということで最後にねまとめをしておきましょう。一つ目はね冷房代です。本当にねこれケチるんじゃなくって体のために自己投資として使ってください。そしてね給湯代もですね湯船に浸かることが日本人としてどれだけですね万歳という感じなのかが分かると思いますから、ぜひね、このお湯をね張る、大体ね月に1人当たり4000円ぐらい、高くても4000円ぐらいまでの、自己投資だと思ってね、使えるかどうか判断してみてください。そして3つ目のね、この寝具プラス寝室環境、これもね睡眠の質をね高める、睡眠時間が少し短くても睡眠の質が良ければですね少しはカバーができます。なのでねこの辺のところも変に節約しないようにしてくださいね。そして4つ目もね照明台、これ日中消しているとですね本当にモチベーションが下がるような職場なんかたくさん見たことあるんですけども、家の中も一緒です。これね本当に、部屋がね薄暗ければですねやる気がどんどんなくなってまずいんでですね、アプリの照度計を入れてですね500ルックス以上あるかどうかのチェックをしながらぜひね照明をつけるようにしてみてください。そして5つ目はですね、掃除機、これね本当にあのハンドレスじゃなくてコードレスだ、何ですかねハンドレスってね、コードレス手がなかったら怖いですよね、コードレスの、掃除機をねぜひね手に入れてみてください。まあ、個人的にはねマキタの掃除機が使いやすいですよっていうふうにお伝えしましたけども、よかったらねネットで検索してみてくださいね。よろしくお願いします。はい、ということで変なことを最後言いましたけども、実践できそうなところが実践してぜひね、実感してみてくださいね。そしてお知らせです。私がねこのデンジャー防止グッズのね、この動画を撮ったんですけど、腕がねガーって下がるんですが、こうデンジャーのストレスをやられていてですね、それに対してここにある
電磁波防止グッズをね、パソコンの上に置いてやるとですね、本当にピタッと下がらなくなると。これね、本当に面白い動画なので、概要欄の上のあたりにですね、リンク先があって、そこの先に今度動画が見れるようになっているのを、ぜひね、ご覧いただけたらなと思います。そしてサブチャンネルの一級建築士として、発信している矢野啓三チャンネルとですね、心理カウンセラーでメンタルコーチの妻の、ね、矢野さとかと一緒にやっているハッピーファミリーチャンネル、こちらもね、おすすめです。概要欄の上の方にリンク先ありますので、ぜひね、チャンネル登録してみてくださいね。そして最後に矢野啓三公式 LINE、 こちらではですね、非公開動画の風水でありがちな危険な間違いという動画をはじめ、残りね4本の動画をプレゼントしております。これも概要欄のかなり上の方にねリンク先ありますので、そこから友達申請していただいたらすぐにあなたの LINE にこの動画届きますので、ぜひねご覧ください。そしてそれ以外にも各種 SNS ですね、いろいろ発信しております。これね概要欄ずっと下の方にリンク先ありますので、よかったらねフォローをお願いいたします。それでは最後にご質問にお答えするコーナーですということですね。今回いただいたのはこちらですね。鬼門線上に庭などの屋外もきれいにした方がいいのでしょうかということで、いい質問だなと思って取り上げさせていただきました。その通りなんですよね。家の外の鬼門方位もきれいにするっていうのはとっても大切ですし、実はね、土地の中心から見た鬼門方位もきれいにするっていうのもね実はあるんですけど、あんまりね、表で公開していない話ですけども、せっかくなのでねここでお答えすると、家の重心から見た鬼門方位と土地の重心から見た鬼門方位の両方をきれいにするととってもいいということをね、本邦初公開ということで、ここでね、さらっとお伝えしたんですけど、うまくねぜひね活用してみてくださいね。そしてね、もう一つピックアップコメントもあるんで、そっちも紹介しましょう。今回いただいた方はこちら、矢野先生いつも、ありがとうございますという意味だと思います。私も孫と、クレシンの映画見てきました。クレヨンしんちゃんの最新のやつですね。あの超能力のやつ、あの 3G になってるやつなんですけども、本当に感動で、改めて心を大事に生活していこうと思いました。言霊パワーも信じていますということですね。本当にですね、この最近公開されたクレヨンしんちゃんの、私もね娘に言われて一緒に見に行ったんですけど、これ大人が見る映画だなと思ってびっくりしたんですよね。以前もですね言ったんですけど、ドラえもんもですね 3D ののび太のね、映画の分もあれ大人が見るような映画だなと思ったんですけど、結構ね 3D になると大人が見るバージョンが多いかなと個人的に思ってるんですけど、クレヨンしんちゃんね子供も楽しめましたけども、大人もねすごく考えさせられるというか、まあいい映画だったなというふうに思ったんですよね。よかったらね、このクレヨンしんちゃんの映画見て、また皆さん感想を聞かせてもらえたらと思います。はい、ということで、ね、今回の話はこれで終わります。今日一日があなたにとって本当に素敵な日になることを心からお祈りしております。最後まで聞いていただいてありがとうございました。